ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。光の体験を狙ってガチャをしていきます。今回はマイレージのですね、あの30連、こちらで狙っていきたいと思います。30連なんでね、これで光の体験ゲットできるかどうかというのはかなり難しいんですけれど、まあまあ、当たればラッキーかなぐらいの、気持ちでやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、先日、まあ、歴戦のね、戦士装備ガチャ、こちら、ジェム200連、投入してですね、とりあえず、まあ、盾以外はコンプしました。もう、とりあえず、もうこれはこれでいいかなと思います。はい。では本日はですね、もう早速、ガチャの方を引いていきたいと思います。まあ、基本的にちょっと武器だけは取るようにね、してるんですね、最近のガチャは。はい、もうずっとですね。で、まあ、先日、歴戦の戦士はもう全部200連、行ったんですけど、このね、ドラクエの非記念装備、こちらはですね、まだ武器ゲットできておりません。ということで、まあ、とりあえずね、300枚ということで30連分、チケットがあるので、それを使って、引いていきたいと、まあ、このね、30連とりあえずやっていきたいと思います。ちなみにこのドラクエの非記念ガチャはですね、頭と、鎧下と盾があります。はい。まあ、漢字の武器がないという状態です。はい。ということで、30連やっていきたいと思います。もう30連でね、出たら、もういいですね。お、金色宝箱1つ。そして、空の演出はあんまりよろしくない。虹色、1個ぐらい来て欲しかったけど。はい。まあ、ちょっとなかなか、ね、30連しかないので、最初の10連ぐらいとか、そういう、悠長なことは言っておれませんので、できればね、すぐ出てほしいんですけど、はい、残り20連。はい。あー、全部、銀色。ちょっと厳しいですね、これ。まあ、この空の演出では無理でしょうね。はい。虹色も、厳しかったですね。はい、金色、1個。はい、ということで、ちょっと、流れを変えましょうか。このまま10連いくと無理なので、ということで、ちょっと一回だけフィールドで戦いましょう。はい。ということで。まあ、ドラクエ3リウォーク、クエストの、ね、一章一話です。はい。はい。というわけで、一回戦ったんでいいでしょう。いやー、しかし20連ね、マイレージ使っての20連結構貴重なんですけど、なんか全くね、虹色出なかったですね。はい。というわけで今回最後の10連です。うわー、ちょっと待っ、なんかはい、はい、虹色ゼロということで、いやー、ちょっとね、最近マイレージが全然ですね。はい、今回もね、結局虹色一つも出ずということで、はい、まあちょっと絶望的な結果でしたが、まあね、せっかくこの動画を見てくださっている皆様は、私の不運を、と引き換えにですね、幸運が訪れることを願っております。はい、その感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！